りしました。穏やかな冬晴れ、まずは伊佐沼で水鳥を探します。というのも、伊佐沼ではこのところ毎シーズン大橋市議が越冬しています。最初のお目当てはこの子でした。沼の南側にできた浅瀬ですぐに見つかりました。ちょっと太めでまっすぐに伸びたくちばしが特徴の市議です。この辺りはとても浅いので、小さな大橋市議でも歩いて移動できます。大きさ比べ、子ガモよりもかなり小さいですね。子ガモといっても、カモ類はやっぱり大きいです。深さ10センチメートルもない浅瀬だけど、カモは泳ぐ感じで、シギは歩くのですね。なるほど。浅瀬の向こう側は、わちゃわちゃっと鳥が集まっています。たくさんのカワウ、そしてクロツラヘラサギがいます。伊佐沼では珍しいので、この子目当てのカメラマンさんが大勢詰めかけていました。ヘラサギはしゃもじのようなくちばしを左右に振って水の中の魚やエビなどを捕まえます。こうやって見ている間にも餌を捕まえてひょいと口に放り込みます。2羽でシンクロして首を左右に振るのが面白いです。いつまでも見ていられる。そのうち大きく羽ばたいて少し先に飛んでしまいました。そして翌週、北本の自然公園を訪ねました。伊佐沼ではライファーは大橋市議だけだったので、北本で冬鳥を探します。落ち葉が積もった園路はすっかり冬の景色です。ちょっと鳥の数が少ないかな。声が聞こえて、枝の向こうにルリビタキを見つけました。少し青い部分が多いような気がします。若いオスかな。ちょっと区別がつかないですね。園路脇の包みで地面を掘っている山柄を見つけました。懸命に掘っていると、やった、木の実を掘り当てたね。山柄はすぐ近くの枝に止まって掘り当てた木の実を食べ始めました。それにしても近い。山柄を遊んだ後、また園路を散策。白原や赤原がいないかなと思ったのだけど、結局見つかりませんでした。さて、今日はここまで。お昼を過ぎたので、帰り道に気になっていたお店に寄りました。今日の鳥見飯は北本にある麻婆豆腐専門店。お店の名前は恋人は麻婆豆腐です。本格四川のスパイスが効いた麻婆豆腐、美味しゅうございました。さて、それでは今回のまとめです。伊佐沼と北本の公園での鳥見、成果はライファー1室以下だけでした。年内もう一度行ければいいのだけど、とりあえずここまで120種です。そ
して次回の予告、年が明ける前に暇が見つかれば1日かけて荒川沿いから渡良瀬まで回ろうと考えています。ライファー5か6室追加を目論んでおります。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではバイバイ。